今日の試合を振り返ってみてどうですか？一人一人がチームのためにできることを全力でプレーして勝ちきれた試合だったと思います。でも流れのチャンスを決めきれなかったりするところが課題なので、そこをもっと突き詰めていきたいです。次の試合に向けての意気込みをお願いします。次の試合もフスバルらしくひたむきにボールを全力で追いかけるところから、一人一人がチームのために全力で戦って勝ち点3を取りに行けるように頑張ります。ありがとうございます。
今を生きる選手たちへ。2021年関東大学女子サッカーリーグ戦全278試合完全配信。感謝と感動の総合メディア吉田エンターテイメント。